アーリントンはアメリカ合衆国ケンタッキー州カーライル郡に位置する都市である。2000年現在の国勢調査でこの都市は総人口395人である。アーリントンは北緯36度47分29秒、成形89度0分41秒に位置している。アメリカ合衆国統計局によるとこの都市は総面積1.0平方キロメートルである。 このうち1.0平方キロメートルが陸地で水地域は存在しない。2000年現在の国勢調査でこの都市は人口395人189世帯及び109家族が暮らしている。人口密度は381.3平方キロメートルである。205.6平方キロメートルの平均的な密度に213件の住居が建っている。 この都市の人種的構成は白人95.19%アフリカンアメリカン4.56%ネイティブアメリカン0.00%アジア0.00%太平洋諸島系0.00%その他の人種0.00%よび根ー0.25%である人口の1.01%がヒスパニックまたはラテン系である 189世帯のうち22.8%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、40.2%は夫婦で生活している。12.7%は未婚の女性が世帯主であり、42.3%は家族以外の住人と同居している。39.2%は独身の居住者が住んでおり、 23.8%は65歳以上で、独身である。1世帯の平均人数は2.09人であり、家庭の場合は2.77人である。人口の21.0%が18歳未満で、6.1%が18歳から24歳、21.0%が25歳から44歳、27.3%が45歳から64歳。 24.6%が65歳以上である。平均年齢は46歳である。女性100人に対し、82.0人が男性である。18歳以上の女性100人に対し、77.3人が18歳以上の男性である。この年の世帯ごとの平均的な収入は17,813。 US ドルであり、家族ごとの平均的な収入は 28,750US ドルである。男性は 17,396US ドルに、対して女性は 15,833US ドルの平均的な収入がある。この年の一人当たりの収入は 13,561US ドルである。人口の29.3%及び、 家族の24.1%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の41.5%、および65歳以上の33.7%は貧困線以下の生活を送っている。U.S. g ギャザティア・ Files 2012 0 0 0戦、&1990、United States Census Bureau。 http://www.census.gov <ron> ス g o www gaze tteer g a z h t m l 201年4月23日閲覧アメリカンファクトファインダーユナイテッドステイツセンサスビューロー http://factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。